ようこそお越しくださいました目元は私も大好きなクチュールミニクラッチの100番でメイクをしております、えー、口元はですねルージュピュールクラッチの RM でメイクをしていまして、えー、イヴ・サン・ローランの、えー、アイコンアイテムを風ルに使ったザ・ YSL ルックで、えー、強さも女性らしさもあり、えー、シックで洗練されたスタイルに仕上げております今のお気持ちいかがでしょうか はい、これまではミューズとして、えー、イベントや撮影などをご一緒させていただいてたのですがこれからはジャパンアンバサダーとしてご一緒させていただけることになりとても光栄に思います、えー、これから楽しみながらイブ・サンローランの魅力を引き出せるようにしっかりと努めさせていいいたただきたいと思いますイブ・サンローランでの活動といいますとトワイスやミサモの活動に何かポジティブな影響はございましたかそうですねもちろんたくさんありました。 やっぱり私が1人でこういうイベントに参加させていただくのもイヴ・サンローダンが初めてだったのでやっぱりそういう部分からも私自身の自信にもつながりましたしあといろんなメイクにもっと挑戦したいなっていうメイクに対する視野が広がったなって私が思うのでやっぱりそういう影響を大きな影響を私に与えてくれたブランドです。 ここでですね事前にファンの皆様からえクリスマスやギフトメイクに関するご質問を募集させていただきましたのでいくつかお答えをこの場でいただければと思いますサナさ,さんがメイクをする際に最重要視している顔のパーツはどこですかまたそのパーツをどのようにえっとメイク方法をこだわっていますか そうですね、やっぱり私が一番こだわっている部分はお肌のメイクかなと思っているのですがやっぱりどんなメイクをするにしてもお肌が綺麗に見えると一番映えると思うのでお肌のメイクを一番気にしているのとあと私はツヤ感のあるお肌のメイクが一番好きなので YSL の製品だとピンクのクッションを使っています。はい、いありがとうございました、はい もう感動しちゃいますよねなかなかね、こういった機会ないですもんねありがとうございます